夕方のウォーキングに出かけております。近所でブラブラするのに物足りなくなりまして、本日デベソ家はなんと宇都宮大橋まで歩いてやっては来てません。ちょっとね、近くへ車止めて、ここまで歩いて上がってまいりました。でちょっと橋を渡って対岸の島でちょっと喉を潤してまた戻ってくると。でまあ道中日が暮れれば夕日でも拝めれればなという感じで、ちょっと行ってみたいと思います。どうすか、綺麗っしょ。そうですね、綺麗ですね。いつも私この下でゆっくりコーヒーをいただきますね。いらんこと言わない。いやいや、もう歩きは余裕です。ちょっとね、雲もいいし、赤く焼けることはないかな。降りてずーっと行ったところの、あのヤシの木が生えてるところ、あそこで飲み物、後ろに建物があるでしょ。そうよ。はい、動画再開。もうね、今宇都宮大橋から降りてきたんですけど、最後の最後ここへ降りてくる手前で獅子が出たな。獅子が、イノシシのでっかいが目の前を横断していきました。はい、嫁さんちょっと怖くなったりするので、ちょっとこの先進めないんで、ここら辺でちょっと引き返して、宇都宮大橋来たんでね、自販機あるんで、まあ、少しちょっとゆっくりして、でまた宇都宮大橋上がって、ちょっと夕日眺めて帰ろうと思います。何千歩今？5000歩らしいです。そんなもんなんだな。写真撮らせてもらったんですけど、なんか前ここ歩きよったような気がするんだけど、やっぱりかわいいな、うん、thank you.
どこまでも。本当？何だったっけ？へい、カブに。何なの？覚えてないの？歌詞。はい。ほんまにそうなってほしいですね。はい、こんなですね替え歌を送ってくれる人がいました。はい、我が家では今これにハマりてます。3年後にねほんまにただの風になればいいですね。はい、本日も、夕日非常に綺麗なものをしっかり見させていただきました。一日終わりますね。はい、また明日から仕事です。宇都宮大橋の散歩に出かけてまいりました。本日これまで、はい、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、もうちょっとくれるまで動画バッテリーが切れるまで回しときます。